エムバペ加入のマドリー EL 覇者粉砕試合後のみんなの意見が満場一致。このチームを止められる相手いるのでしょうか。ドリームチームすぎるな。小学生がゲームで作ったチームみたいですね。最強選手寄せ集め軍団すぎて無理。パワーバランス完全崩壊しました。ラリーがどころか世界がマドリー一強時代。エムバペの動きが意味わからんくて好き。ムバッペのオフザボールの動き、あんだけスピード持ってる選手があれだけ動かれると正直ついていけません。ここでちゃんと引いて動き直してフリーになるの誰でもできるようでできんからすごいよね。ビニとかベリンガムのバペに点取らせよう感が伝わるのと、それでちゃんと決めきるのすごい。動きが異次元。エムバペがやっぱチートすぎる。ビニもムバッペのゴールパフするのかわいいね。さっきはベリンガムのチームだったけど今シーズンはムバッペのチームなるな。本当にとうとうエムバペがマドリー来ちゃった感やっと湧いてきた。市場価値考えても選手の質考えてもマジで優勝。バケモンチーム。